そうですということで今回は今週の乃木坂浩二振り返りやっていきたいと思います <laughs> やってまいりましたこの動画どんな動画かと言いますとえ僕がこの動画内で乃木坂浩チを見て振り返っていこうという感じの動画になってるんで是非皆さんも乃木坂浩チを見ながらこの動画も見ながら、まあ、この動画だけでもいいんですけど是非楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思いますちょっと長くなっちゃうんですけどそこは許してくださいって感じで早速今週もやっていきましょうということで今週もおもろかったっすね 今週もめちゃくちゃ面白かった。まあ、毎週おもろいんですけど、もうほんとおもろくて、もう大好きなんですよ、日曜のね、この時間、0時。まあ今回は10分くらいでしたけど、やっぱ最高に楽しみっすね。うん、で、あとこの制服っすよね、25枚目の制服、めちゃめちゃかわいい。日村さんもね、綺麗で言ってたけど、で、あとこのカメラワークの最後のなんかやるやつさ、ゆるゆるになってない最近みんな。今日のかなりだけじゃなく。<laughs> みんななんか最近ゆるくないその辺 全然可愛いからいいからんすけどね、まあ、急にカメラが来たからっていうまあやが言ってますけども言ってますけどもね QCK ということでやってますけどもめちゃめちゃいいよね新しい制服マジで日村さんの心の底からの綺麗なのよ素晴らしいなんかここ襟がこうなってるメンバーもいたりとかここになったりとか、うん、いろいろいたいもうめちゃくちゃいいっすねえ めめちゃめちゃゃいいということで今回この後どうなっていたでしょうこれどういう、ね、ものかといいますとまあ皆さんも見たんで分かってると思うんですけどもえ番組で応援された部分以外の収録の内容を覚えているかチェックするというのの。 未公開映像紹介企画ということで、まあクイズみたいなね感じだったんですけども、まあ僕たちはもちろん分かるわけないと、未公開なんでね、未公開なんで分かるわけないって感じでしたけど、まあ一応予想はしたぞっていう感じで僕もね、こんな感じかなって予想はしたんですけど、なかなか難しかったということで、まず一つ目がメんなの目標発表会での、梅ちゃんのね、VR アートパフォーマンスからの、まあクイズというか、ええー、感じで、 バナナマンさんが言えない状況になったんですけど今バナナマンさんが言えない状況になったんですけどもどうでしたかそうバナナマンさんの、えー、設楽さんがね VR 体験で描いたものは何だったでしょうということで何だったのかとこれは覚えてても全然いいですけどねいや「連単ンン日村若く」今日ほんとねこの今週連単ンンと真夏さんのしかないと絶好調でしたね <laughs> 番組開始早々日村クソ言うてるからね蓮胆が <laughs> 日村さんもすぐ感じ違しちゃうから <laughs> 日村あ日村バカか日村バカって言っちゃう正解の方言っちゃった今今正解のちょっとあ真夏さんが言ったやつ言っちゃったわ今真夏さんがクソで蓮胆がバカっすね蓮胆がバカ いやクソ野郎レンタンがすごいのよグイ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 来るのよレン,タンレンタンがすごいからかわいいそしてまあ恒例のというかね日村さん悪口という <laughs> そう2人しかいなかったから最初最初悪口姉妹になってるからねこの2人ねいや舞やもうアスカちゃんと話してるからこそこそ <laughs> いいの思いついたみたいな感じで日村クソじいじい なんか毎やン今回ストレートというかさ可愛いねそれねめちゃめちゃ可愛いアスカセ先生はもういつも通り可愛いって感じでいいのが出たっていうテロップおもろいなでまあそんな感じで、えー、映像がね出るんですよねこの未公開のいやもうほんとなんか全部そうだったけど今回の未公開映像これ未公開だなっていう全然オンエアしてほしいぐらいの面白さというか 感じだっったんででちょっと残念ですよねこういう機会がないとやっぱ見れないし未公開ってあとブルーレイとか DVD とかじゃないと見れないんでほんと未公開ってなんか残念というか僕結構好きなんですよね未公開っていうのを見るのなんか未公開っていうだけでちょっと特別感感じたというかそんなんがあってでこれさ VR アートさめちゃくちゃこう設ラさんが書いたのとかもう見ているとめちゃめちゃすごかったんだなっていう梅ちゃんの VR アート 本当すごいっすよねあんな立体的でめちゃめちゃ本当すごかったんだなっていうのを改めて感じさせられましたね <laughs> 本当 VR ってすごいよな VR ってもう本当だってこうボーンやっただけでもうその世界に入り込むじゃないからすごいよな VR を開発した人って本当に僕 VR なんて本格的ななんて一回もやったことないですからねあのよくジェットコースターとかそのホラーゲームとかは あるじゃないですかめちゃめちゃ怖そうっすけどねホラーゲームでこの操作もね難しそうっすよねこのゲームのあのコントローラーみたいだもんねそうこれでこう書いていくんだからすごいでそれで設楽さん何書いたのかと <laughs> 正解は何なのかというところで「火まず「火ですよもう字も難しそうですもんね書くの 日村クソ <laughs> 人間ということで正解はクソ人間ですね日村クソ人間まああと犬もって感じでしたけどこの後出てくるいやーもう大体合ってるしね真夏さんに関してはねまあマ万也に関してもクソまで合ってるからねもう大体正解よみんなバ,バカも大体合ってるしょンタンが言ったね日村バカもだからまあ大体正解っすよねこれ。 平面なのよ確かにワンねうんかわいい立体に見えるのすごいですよねこのペガサス梅ちゃんが描いたやつ平面だもんねやってみたいっすねマジでこれそして日村さんも VR の世界へということで <laughs> すごいあここおもろかったよギョーン言うて設楽さんが乃木坂の前でやっちゃうからね梅ちゃんのせいにしてるからね 梅 <laughs> ちゃんだったら嬉しすぎるだろうっていうキモキモっていう危なキモい発言するとこだったいやーいいねすごいっすよねこれね VR アートはめちゃめちゃすごいワンもう平べったいもんね設楽さんが描いたワンちゃんは紙みたいピョーンみたいな感じで。 設楽さんのすごいよねこれ梅ちゃんが描いた設楽さんめちゃめちゃ似てるし立体だしもうなんか顔の感じもすごいしね日村さん怖いけどね日村さん <laughs> 日村さんめちゃめちゃなんか怖いのよなんかここ口顎がなんかすごいことになってるからということで正解は日村クソ人間犬ということでしたねいやまあ大体合ってたという感じでで続いてもう本当この前 ズッキン王国の初めてパーティーでの秋元が VTR クイーンの方をご褒美として細い会をプロデュースした会という感じでちょっと全然言ってなかったんですけどでなんかイヤホン伝言ゲームみたいなやつねイヤホンガンガン伝言ゲームみたいなやつで秋元が出題したお題は何だったでしょうっていう感じだったんですけどもいや個人的にこれが一番おもろかったなっていうこれ放送しないなんてことあるって思っちゃったんですけど一番。 これおもろかったっすよね普通に未公開とは思えないイ村ラと設楽は仲良しやばいコメントじゃないけどね変な変なさあお題か変なお題じゃないけどねそれ舞いンやっとるでさあ久保氏真夏さんかわいい久保氏もかわいい真夏さんはですからね自分で真夏って言っちゃうから真夏さんそういうことあるそういうとこあるからね そういういキャラですから全然いいんですけど可愛いし学ったひひる日村よりひるま日村がここで出てくるいや日村って言っちゃった昼間のこと昼間のことを日村って言って日村のことを日村って言わないみたいなな,な,なよくわかんない状況なんですけどあヘッドホンガンガンに入れるか確かにイヤホンじゃないなよく考えたらヘッドホンだったわえ <laughs> もうすごい設楽さんがすごい もう犬になってんのよ国王のいや猫耳飛鳥先生かわいいなもう一回見てほんとかわいい日村さんもかわいい日村さんの耳かわいいさあ何を言うのかと正解はマナッタンはマイアンより美しいっていうこういうとこあんのよ,よなんかマイアンと競いたがるからねマナッタンで上行きたがるからできれましたマイアンのこの顔マイアンのこの顔最強すぎでしょうクグロイシさん 黒石さん最強すぎでしょ久々の真夏はまだ眠い全然ヨダちゃんできてないから <laughs> かわいいな猫耳あやめんあやめんかわいいのよ真夏はまたエモいエモいのよ真夏エモいぞと真夏エモいよとみなみちゃんもかわいいのよみなみちゃんもね <laughs> 天然取らないやつみなみちゃんかわいすぎやろ真夏はまだエモいま,まただったけどねあやめんはでもほぼここは通じ合ってる通じ合ってるというかいけてるで日村さん真夏はまだヘボい <laughs> 真夏はマイアンより美しいから真夏はヘボいまで来たからね <laughs> すごいっしょもう本当逆みたいな 真夏ヘボいなってるから美しいから機嫌が真夏さんの国王の機嫌が嫌な顔してますで <laughs> 日村さんや誰がいけない日村さんがいけないや一番さあ久保氏正解は真夏はあーレモン <laughs> これもおもろかったな久保氏なんでそっから最後あーレモンって何っていうまあ罰なんですけどねもちろん不正解ということで 自分で言ううわけないいっていうすごいで。エモい。エモいとヘボい似てるけどね、確かに。エモいとヘボいはもうなんか母音って言うんだっけ一緒だからね。えとおとえとおと,えと,おとみたいな感じで。え <laughs>、もう、ヨ田ちゃんから全然違うから。<laughs> 美しいね。黒石さん降臨そして黒石さん、完全降臨ということで。 いやもうほんと黒石さんもなんかもう最後ぐらいなのかなこれが最後となってくるともう本当に寂しいっすよねマジで黒石さんだけ残るみたいな選択肢ないんすか <laughs> 白石さん卒業だけど黒石さん残るぜみたいな <laughs> ちょっと嫌ですねで国王よりやっぱ黒石さん出てきちゃったから黒石さん国王より上ですからなんでね黒石さんほんと面白かったっすよね今までのもそうだし今回のもそうですけどほんと悲しいっすね黒石さん見られなくなるの ね、<laughs> すごいもう設楽さんが「足りないだろ」っつって「<laughs> 美しい」じゃ僕も言ってみました僕もちょっと言っちゃいましたすいません日村さんの声しかあんま聞こえなかったけどね正直「<laughs> マイアンの顔いいのよ」 マイアンのね、この顔いいのよ、黒石さんっぽいというか、驚いてる時の、あーってめっちゃ目見開いてる時の顔いいのよ、マジで。あれ好きなんですよね、あの顔僕めちゃくちゃ好き、マイアンの。ほんとよくないですか、あの顔。で、続いて、2020年2月放送、世代間ギャップバトルの、えー、ゲーム対決ですね、ゲーム対決の大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、まあ、スイッチのですね、スイッチのスマブラの時のクイズですね。 初心者の日村に、えー、まあ誰が何を教えたでしょうということでいやこれえぐかったねこれ正解見た時マジビビったけどカッキーが「松村さんまず当たってるよと」とスイッチのコントローラーのこれおもろかったなこのクイズ笑っちゃってるからカッキー持ちが持てない日村さんまさかのコントローラー持てない持てないで困ってる モテないとモテないかけちゃってるっていうテロップすごいでこれモテないってモ <laughs> テ赤ちゃんぐらいやろ赤ちゃんかすげえおじいちゃんかだもんねみんなは <laughs> みんなバカにしてるからねちょっと日村さんのこと <laughs> 横に押すと横に押すのわかんのよ誰でも <laughs> <くそ笑>ほんとクソホンクソじじいかよだよ誰でもわかるのよ街は合ってると コントローラーのことじゃなくてね日村さん自身にだから日村さんに触れてしまったのもやばいのよいくちゃんやってんのよ日村と接触 NG やばいのよいくちゃんいやこのなんか感じもいいっすよねその始めるとか始まる前のさこのみんなでやってる感じもういいっすよねちょっとオフな感じも出てて何をつかむ何をつかむでこれやる人いるし日村さんに すごい町ぐらいだろメンバーで日村さんにこんなことできんの <laughs> で日村さんもなんか「おい」とか突っ込まなくてさ逆に設楽さんが突っ込んでるみたいな感じで日村さんどうしたっていう感じだったんですけどいやめちゃくちゃいいねでもこの関係っていうのもちょっといいっすよねチのチのこの感じもいいし <laughs> で練習試合を行っていよいよ対決という感じで飛鳥先生が「教えてます」で。 アスカ先生教えられる側かなんのかなっていう感じしてたけどなんか全然言えてないんですけど逆にもう教えちゃうからね早くしろみたいな感じで教えちゃう側ですからやっぱさアスカさんのことになっちゃうんですけどちょっとすいませんね僕アスカ先生推しなんでアスカちゃんのことになっちゃうんですけどアスカちゃんってゲームできるのか謎っぽいとこあるじゃないですかまあ下手そうだなっていうこともないけどうまくもないかなみたいな普通ぐらいというかねほん謎みたいなとこあるじゃないですか それなのになんかすごいんだね。意外とやるのかな、ゲームとか。いや、スマブラってほんと面白いっすよね。スマブラ僕、Wii のしかやったことないんですけど、Wii のしかね、スマ、スイッチか、スイッチのはやったことないんですけど、おもろいっすよね、スマブラって。で、なんかこういうさ、人気のみんながやるようなゲームを、まあ、乃木坂に限らず、有名人がやるとさ、なんか親近感湧くというか、嬉しい気持ちになりますよね、ちょっとね。 ででもその顔とかもさゲームやってる時の皆さんの顔が可愛いのよ真剣な人もいればなんか頑張ってる感じのなんかすごいのよい可いいのよとにかくまち、あ、ゅなんがね結構スイッチやってるっていうイメージあるけどマイヤーになんかさやらせてたみたいな作業のところやらせてたみたいなあったけど確か。 126だからね1回戦のこの時点で飛鳥先生133でもうめっちゃ吹っ飛びやすいぞっていう日村さんクッパってなんか似合うよな日村さんクッパって似合う飛鳥先生マリオっていうねマリオなんだっていうマリオ使いなんかなあーここ来た日村さんがこう落ちそうになってるところを飛鳥先生が炎でボーンやから炎でボーンやでやばいねめちゃめちゃ喜んでそして <laughs> 何とか助かるってところでとどめを刺したっていうね飛鳥先生やっちゃうぜそういうのそういうのやっちゃうぜさすがだぜ喜んでる飛鳥先生かわいいわかわいすぎやろ <laughs> めちゃめちゃ喜んでるからさあカッキーか飛鳥先生がどっちかと言ったところになってきましたけどもカッキーはピットですねピットいいっすよね ピットなんかめっちゃ飛べるイメージあるあの羽根でさあカキ応援してる人もいればアスカ先生応援してる人もいるさあどうなるすごいぞドーン決まったーボーンっていうちょっとスマブラ実況みたいになってますけど僕スマブラの試合実況してるみたいなんですけどピットの最後のかっこよかったねピョーンみたいなやつドアードーンってやってるで強ピットカッキーすごいしそして かっこよかったなあピット使いのカキ10代チームが制したと <laughs> 井村さんこれ <laughs> こうやってるから人間だったら助けてあげないといけないやつね人間であそこでなんかあじゃあなっつったらもうやばいやつねいやーおもろいなやっぱほんといいっすよねゲームって最高ゲームしてる乃木坂も最高 っていう感じで続いて2回戦ですね2回戦は設楽さんがねあのなんだっけなんとかなんとかフィットウィーフィットかウィーフィットの人選んじゃってこれ使,っ使うんだっていうで他2人マチュとアスカ先生はマリオとアイクで同じでカッキーがマースマースでいいんだっけこの人マースを使ってるみたいな感じですね2回戦はもう僕ほんと今さあの ウィーフィットだっけウィーフィットさんのさ、動き見るのがめちゃめちゃツボなんですけど。だってこんなさ、こんな戦場によ、このゲームの中の世界でさ、戦場じゃないですか、もうここなんて。このフィールドなんて。その中でさこう、こんなことやってたりさ、こんな腕立てみたいななんかやってたりさ、そんなやついるっていうことを考えちゃって、めちゃくちゃ笑っちゃったんですけど、それで。ただ、マチがなんか、うまいですよね。なんか、アイク使ってんのがちょっとなんか、 うまい感じするもんなマッチュさっきは一回一番最初か妊娠でたけどで飛鳥先生も何気にうまいのよねこれねほんと予想外というか意外ですよねゲームほんと謎だもん飛鳥先生さっきも言ったけどするのかどうかも謎だしうまいかもどうかも謎だったからうまいんだっていうあうまいんだっていうゲームうまい女性の人っていいっすよねめちゃめちゃ。 <laughs> そしてまたもやたらさんまたもやというかバナナマンさんを倒していく飛鳥先生ということで倒すの大好きやでバナナマンさんを吹っ飛ばしたからね設楽さんの <laughs> ウィーフィットウィーフィット吹っ飛ばして喜んでなって感じで <laughs> バナナハンターアスカバナナハンターなのよさあ三つどもえの戦い残りどうなるんだと。 みんなもう結構やばい段階に入ってきてますね。ただ、あすか先生だけ84ということで、ちょっとまだ余裕ある感じ。他は135 154って感じで、やばいぞと。感じになってますけども、どうなるんだと。さあ、ここでマリオと、あっと、ここでちょっと実況が全然できなかったんですけども、カッキーが吹っ飛ばされました。アイクと戦っていたマウスをマリオが後ろからドーン後ろからビョーンですね。やスカ先生、やるぜ。 で、ここに来て、アイク、ぶわサス、マリオの一騎打ち。さあ、マリオ、吹っ飛ばされましたけども、なんとか耐えて、そして、この、ドゥルルルン、アイクの、ピュン、ボーンが決まらず、さあ、真剣なマッチと、ちょっと笑ってるアスカちゃんの顔もめちゃめちゃ可愛いという感じで、どうなるんだ、この戦い。うわ、決まったバー、バサーマリオのボーンちょっとテンション高いな。めちゃ喜んでんの可愛いんすよ。喜んでんの。で、さっきのさ、理由忘れたけどさ、さ、一回戦の、悔しがってるアスカ先生の顔を見てください。ぜひ、もう一度。 めちゃめちゃかわいっす。もうほんとに可愛かった。もうあんな可愛い悔しがり方をする人いるのみたいな悔しがり方というか顔もそうだしマジで可愛かったっす。ほんとに。なんでぜひもっと見てくださいって感じで。で喜んでる飛鳥先生も可愛いし1位取っちゃうからね。すごいっすよ。設田さんトレーニング不足だからウィーフィット 良かったっすね。で、終わりかな、えーまあ。終わりじゃないけど、あの、幸せの保護色のね、スタジオライブもありまして、まあ、最近は本当幸せの保護色めっちゃ聴くというか、まあ、歌番組とかね、テレビ出てるんで、めちゃめちゃ聴いてるんですけど、いいっすね。やっぱ何回聴いてもいいんですよ。本当に。だからまあそんな感じで,で、あとラストにね、えー、3月いっぱいでもう明日で終わりですね。乃木坂としては活動を終了するコトコさんの、えーまあ、メッセージですね。ラストメッセージが。 ありまして。まあ、本当はね、バナナマンさんとの会話とか、もう見たかったなっていうのはあるんですけども、まあ、一人でという感じだったんですけど、まあ、本当、最後笑顔がね、見れて、めちゃめちゃ僕は嬉しいです。本当にお疲れ様でした。ということで、今回はこれで終わりたいなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。バイバイあ次回はあれだね、新予期生だね、楽しみ